はい、こんにちは、皆さん、トムサイクルです。お願いします。本日、はい、ここ、葛西臨海公園、わかるでしょうか、このね、このね観覧車で座りますでしょうか、はい、東京の葛西臨海公園にやってまいりました、はい。葛西臨海公園といえばですね、うん、まあ、サイクリングロードのスタートとして有名だと勝手に思っております。そうなんだ勝手に思っております、はいはいはい、荒川がね、すぐ近くにありますのでね、はい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 、最近私たちね、うん、荒川近くに引っ越しました。そうなんです、はい、あー、うん、マジか、今カメラが落ちました、はい、最近ね、私たち荒川近くに引っ越しました、はい、そうなんですよ、はいはい、で引っ越しましたって動画出したら、荒川近くのスポットね、たくさん教えていただきましたので、ね、はい、本日そんな荒川のスポット、はい、寄ってまいりたいと思います。はい、はい、名付けて荒川探求部、はい、やっていきたいと思います探求部いくつあるんだよっていう話なんですけども、はい、イルボタ探求部はね、うん、絶景とグルメ、そう、必ずセットでやっていってもらいたいと思うんですけども、そう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 、まあ、今回は、ね、それやろうと思ったんですけど、うん、荒川の絶景ってどこだろうって考えた時に、うん、やっぱずっと絶景っていうかねないなくないなくないないなくない。ほら、こう葛西臨海公園とかさ、荒川に絶景はない。いや、全部絶景、全部絶景なので、まあそのねグルメスポットに対して絶景の割合多くないなと思うので、うん、こうなんかね、たくさんいただいたんで、そうだね、こう一本で終わらせたくないので、確かに、ね、いろいろ寄っていきたいなっていうところでね、はい、こう荒川探求部としてね、本日やってまいりたいと思います。わ、はい、かりました、はい、本日はですね、はい、まあ、一番ド定番というか、うん、サイクリストがめちゃくちゃ集まる、うん、スポットに一つ行きます、はい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 、でもう一つはその近くのカフェです、ね、うんうん、おー、カフェいいですね、はい、教えていただいて調べたらとても美味しそうだったので、今日はそこに参りたいと思います。はい、はい、ということで荒川探求部行ってきます。絶景はない、あるあるトムズサイクリング、じゃあそれでは本日荒川探求部初回、みんなスポット教えてくれてありがとうスペシャル、行きましょうレッツゴー。いや、これね、初回限定にならないことをね、はい、祈りつつ、はい、たくさんねスポット巡っていきたいですね。まあ、せっかく教えていただいたんでね。そう、せっかく教えていただいたんだからね。あ、こんにちは。あれ、俺今気づかれた。あ、トミさんだって。今トミさんって言われたよ。こっち来て初めて気づかれたよ皆さん来ましたか今。皆さん、ヨピさんじゃないです、トミさんって言ってた、トミさんです、うん、だからね、ここはまだ荒川じゃないんだよね。中川だね。荒川につながる、まあ、つながるっていうか荒川に行くまでの道って感じだね。もう本当にさ、これ荒川ってさ、結構絶景っちゃ絶景で、絶景っちゃ絶景じゃない絶景でさ、なんかこういうさ、うん、都会の中のサイクリングロードって確かに独特だと思うんだよね。確かにね。なんかこうやってこうサイクリングロードすぐ脇に高速道路が走ってて、あっちにも大都会東京が、ほんのりスカイツリーが見えてる感じで、なかなかないよねこれ。なかなかない、なかなかない。なんかちょっとさ、やっぱ千葉出身の私たちがこのなんか、まあ高速道路の向こう行ってますけどか、千葉のヤンキーが東京出てきました。すいません、連れて帰ります。はい、荒川、荒川サイクリングロードイン、イン。本当なんかこの辺の景色はすごい独特だと思うんだよね。確かに綺麗だよね、なんかね。 あんまないで、こんな。トムさんだ。あ、こんにちは。こんにちは。いつも動画見てます。ありがとうございます。トムさん会えるかなと思ったの。ヨピさんのバイクを見て、あー、トムさんだって。見バレバイクって思ってるね、これ。見バレバイク。いや、今日も多いですね、サイクリストがね。本当多いよね。千葉にはないで、こんなところ。千葉にはいない、こんなに自転車乗ってる人。あ、いけそうだ。なんか視聴者さんからマラソンやってるから走りにくいよって情報をいただいたんで、反対側に渡りました。荒川、え、
あの今通り過ぎようとして慌ててカメラを回しましたが、ここがキッチン取れたてです。うわ、これがここが、ね、教えてもらったスポットの中で、うん、一番多かったのここ。そうだよね、聖地的なね。めちゃくちゃめちゃくちゃいるやん。めちゃくちゃいる。で、ここキッチン取れたてなんですけど、はい、今日は、ね、ここじゃないです。ここじゃない、シイラキ。ここ行かないの。シイラキ、ここはね、うん、軽食とレストランがあるみたいで、うん、夏はソフトクリームとかね、美味しそうです。いいよね。まあカレーとかいろいろあるんで、おまた来ましょう。ここ、はい、ここでもなんか近かったね。ここ近かったね。うん、下流からも近い。まあ、1時間ちょっとぐらい、うん、でした。じゃあ今日はここの近くに、はい、スポット寄ります。はい、はい、行きましょう。トムズサイクリング。こんなところにカフェあるんか。あります。絶対ないよ。絶対ない。まあ、ちょっと見よう。おい、カフェの屋根とか作ってるし、いや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 、え、嘘、マジ、え、待って待って待って、え、ガチ、うわ、え、すごい、うわ、何ここ。バランパン、トゥルトゥルトゥル、バランパン、トゥルトゥルトゥル、バランパン、トゥルEasy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very sweet, sweet, sweet. 来ました。1110カフェ。何曲かわかんないです。いい曲です。見てください、このシナモンロール。一番人気らしいんですけど。カロリーの見た目、これ何、上乗ってるやつ、なんかさ、ポロッとしてるよね。砂糖の塊だよね。すごいよ、ね、これ何、これ初めて見た、こんなの。じゃあ、いただきます。ずっしりしてる、これすごいね、うん、切れないぐらい、ガチガチの合成、ガチガチの合成とか言うな。ガチガチの合成、サーベロ、サーベロ、シナモンロールの合成とか使うな。いただきたいと思います。はい、うわっどうした、うまこれ砂糖じゃないよ。何それ、わかんない。え、砂糖じゃないの、クリーム、なんだろう、生クリーム、わかんない。ええ、すっきりした甘みなの。え、甘じゃなくて、すっきりしてる、こんな感じなのにすっきりした甘み。ちょっと予想外です。予想外、どれくらい予想外、今年のバイシクルオブザイヤーぐらい予想外です。さあ、ちょっと業界から消されるかもしれない。ターマック SL8 でしょ、絶対。スコーン大好きなんですよ。まずスコーンを食べるとき、いきなり食べちゃいけません。まず見れるの、見るのはこの断面がちゃんと割れてるかどうか。うわー、めんどくさい。割れてます、割れてます、いいですね、割れてます、いいです、割れてるのが大事なんですね。割れてるのが大事なんです、これ、うん、こうザクッとした感じで、うん、じゃあいただきます。あ、スコーン評論家としてはね、簡単にうまいとは言えないところですけれども、1110カフェのスポンどうでしょうか。この上ない。ちょろかった。スコーン評論家ちょろかった。あのね、うん、なんか結構しっとりに寄ったスコーンって多いんだけど、うん、すっごいザクザクなの。もうあのメロンパンのさ、上のところあるじゃん、あれを何層にも重ねたぐらいザクザクしてるの。なるほどね、うん、はいはいはい、超うまいわこれ。あの、あえての粉っぽさ、うん、すごい好きなの。スコーンってそれなの、あえてね、あえての粉っぽさ、うん、最高。なるほどね、本当に最高、うん、
良かったです。いやこれはね思考です。思考思考、うん、どれくらい思考ですか。あっちゃんの卒業コンサートの時の高見野とあっちゃんの思い出のほとんどぐらい思考。わかんねえな、全然わかんねえな。はい、はい、サイクリストがね、うん、たくさん集まる人気スポット、はい、サイコに泊まりました、はい。ここね、前来たことあるね、車でね、うん、ここなんか集合場所で、あるある、そういうイメージ、はいはいはい、今日もね、たくさんのサイクリストがいないけどね、ほとんど今日まばらですね、うん、時間も時間なんでね、そうかもね、はい、もっと朝とかもね、まばらですけれども、トイレとね、はい、自販機がここあります。確かに、貴重だからね、荒川でね、ある場所がね。あと何って言われたら、なんか人がたくさんいて聖地っぽいみたいなね、友達ができるかもしれない。そう、うん、それぐらいの感じですね。はい、なんであっち行くとね、ちょっと、うん、あのいい感じに走りやすい道が。あ、なるほどね。今公園の中走ってきましたけど、そこはまあまあゆっくり走ってますよね。あっちはね、結構走りやすい感じ、うん。あ、そうなんだ。じゃあここでトレーニングとかもまあしてる人もいるっていう。はいはい、なるほどね。じゃあ帰りはちょっとあっちから走ってみましょう。はい。はい、さあここが最古の最高に回りやすいスポット。え？なんて今最古の最高に回りやすいスポットに来ました。よく自信満々に言えるねそれ。あんね、こんなのね自信満々に言わないと思んないから。わあサイコパスだわ。わわわわ、わ今聞きました、ボソッとボソッと言ったわ。わあサイコパスだわ。うわー、もう出なかった、なんかうまい返しをしようと思ったけど。まあね、なんかうまい返ししようと思ったけどもう出なかった。あ、やっぱもうちょっと本を読まないとダメだ、ボキャブラリーが少ないの。実は本読んだことあるの。本読んだことあるわ。ハリーポッターとか。ハリーポッターか。トムズサイクリング、はい、帰ってまいりました。はい、帰ってきました。第1回、荒川探求部でしたけれども、はい、荒川探求部、はい、僕ね、個人的にね、はい、初回からかなり、うん、良すぎるスポット行っちゃったんじゃないかなと思っております。いや、ちょっとね、うん、大丈夫かなと私も思いました。すっごい良かったですね。相当良かったから、サイクリングロードからふーっちょっと抜けて、うん、で、なんかほぼ工場地帯みたいなところにそうふっとね、突然現れる秘境のように、うん、カフェとか、まあ、ブリュワリーとか、うん、なんか休憩スポット、おしゃれでした、ね、超おしゃれでしたね。すっごい良かったです。第1回からね、こんなとこ行っちゃって本当に、はい、他大丈夫かなちょっと思ってるところですけどね。いや、まあでもね、はい、あのそれを極めていくのが荒川探求部だと思うんで、確かにこんなところも、うん、いいところも、そうまあまあ、こういうとこもあるんだな、こういうとこあるんだなっていうのをね、はい、そう、それをね、今後極めていって、はい、まあ、我らが荒川の主に、はい、多分20年後ぐらいになってると思うので、荒川の主を狙っていこうと思います、はい、今荒川初心者、初心者です、全然もう主を目指して頑張ってまいりたいと思います。はい、頑張りましょう。他にもね、うん、ラーメンですとか、お肉屋さんですとか、おいろんなスポットね、こう伺っていいですね。ありました。で、今日シナモンロールとか、うん、スコーンとかだけだったけど、うんうん、もう一個ぐらい行けたかもしれない、ね、確かに食べれたかも、全然食べれた、はい、全然食べれた、もう今お腹空いてるの正直。ちょっとね。はい、もうちょっと寄れたかもしれない、ね、そうだね、はい、ちょっと次回検討で OK、 はい、はい、ということで、はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。